さあ、ポケモンユナイトやっていきましょう。今回アップデートが来るってことでね、8月4日それの紹介および感想を言っていきたいと思います。右から順に行くぜ。まずまだ買ってすらいない、これは使われた感想をもとに喋っていくことになるんですが、今回、渦潮のポケモンに与えるダメージ量が減少、これ結構痛いんじゃねえかな。といえば上下のレーンに行った際の渦潮で一気にタブンネとかヘイガニとかの体力、あとハチとかねえぐり取って一気にレベリングで優位に立つっていうのがまあ長所だったんですけど、なんならもう渦潮はずっと使わせてくれという人がいるぐらいね。はい、その渦潮が今回弱体化っていうのは結構影響としてはでかいですかね。はい、まあどれぐらい下がるのかにもよりますけど、でもその進化系統の波乗りダイビングを差し置いて使わせろってあの使用者が言うぐらいですから、まあ波乗りダイビングの方が強いぐらいには落ちてしまう可能性はあるのかなという気はします。はい、でもう一つ、ダイビングのダメージ量が増加と、確かにあんまり聞いたことないね、というか見たことねえな。指定した場所が水たまりのように変化、そこに潜って攻撃する。いや波乗りしか見たことないんでね。ただ波乗りはものすごく引き寄せてくるから非常に相手してて厄介だったんですけど、まあそういうことでしょうね。波乗りの使用率が高すぎてダイビング誰も選ばないから強化ということでしょうか。アップデート直後とかはこういう日頃見なかった技がいっぱい見れるかもしれないので、その辺は楽しみですね。ウくんは以上になります。では次行くぞ。ファイアロー、まだ持ってなかったか。そういえばね、ウェアだけは持ってます。なんか引いたぞ。なので近日買います。はい、ではファイアローくんの強化ポイントをチェックしてみますと、まずアクロバットの威力上昇、基礎技から上げてきたか。はい、今回の調整基本的にアッパー調整っぽく感じます。はい、でアクロバットの威力上昇、そして空を飛ぶの威力も上昇だそうです。でもう一つの方のツバメ返しの威力も上昇なんで、まあブレバだよな、ファイアローといえばズドーンって飛び込んでくる印象ありますけど、まあその一方で、でも空を飛ぶもたまに見かけたけどね。単純な威力上昇なんで結局どのぐらい上がるか次第なんでしょうけど、まあ単純強化ということで、耐久力は上がってないので飛び込んだら囲まれてあの即おだぶつってことはあるのでご注意。はい、命は大切にしましょう。では次、アブソル君。アブソル君は強化項目、はい、あります。こっちも単純強化かな。不意打ちの、与えるダメージ量が増加。はい、サイコカッターってそんなに見かけたかなって思ったけど、そもそもアブソルあんま見かけないからな。うん、そして、もう一個、辻斬りの威力上昇、まああまりにもスマートすぎて特に語ることもない感じですが、はい、今回のこれを機にちょっと触ってみようかなと思ってますが、はい、今回の調整は単純な威力上昇も結構多い感じですね。はい、で問題の私らがこの辺から、ここから2体連続で私がマスターに上がるにおいて使用したキャラが来ますね。で私らがは今回では珍しく、弱体化してしまったポケモンの一体です。まず、コットンガードの、待機時間が長くなって体力回復量が減少、すごいっすね。時間かかるわ回復量減るわって考えたらとてつもなく弱体化することになりますね。そして一方で右側の綿胞子は待ち時間を短くして自身と相手のポケモンに与える効果を強くした。さっきまで威力上昇って言ってたのに随分とテコ入れが、自分への効果って、ほーん、自分の移動力上昇、そしてお相手の移動速度減少、要するに差がものすごく開くようになると。ただね、綿胞子使ったことあるんですけど、うん、めっちゃ弱かったんでこれもしかしたら待機時間逆転するかもしれませんね。うん、あのクイックバトルで綿胞子使ってみたんですけど、なんかこうふわーっと出てきて
で何これみたいな感じだったんで、はい、まあその辺使用感がこうガラリと変わるといいんですが、そしてユナイト技の綿毛の舞、これふわーっと浮き上がってズドンと落ちて範囲回復する技なんですけど、これの回復量も落ちてしまいました。はい、まあこうしてみるとかなり落ちたな。うん、まあ私はどっちかっていうと花粉団子と、まあ、使ってたんですけど、こっちの方はテコ入れ入ってないな。うん、ただコットンに関してはマジ一択レベルでコットンだったんで、これに関してはかなり影響でかそうですね。パーティーに私らがいるのといないのとでは安定感が違うぜってくらいだったんで、まあそれがある意味緩和されるかもしれない、私らがなくても別にみたいな、うん、そんな感じはしますね。いい傾向かもしれませんが、ただでさえ不人気のサポーターがさらに減りそうな気もします。はい、さて今回最も被害受けたエースバン君ね、ゲンガー君のたたり目やばすぎとかでうまいこと隠れてギリギリまで暴れたがバレてたな。このポケモンが多分一番弱くされました。なんと基礎ステ、弱体化ナーフ、攻撃低下です。はい、そのもののステータス下げられるってことは実質全ての技が弱体化みたいなもんですからね、影響としては結構大きいんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、ただエースバーンと月光河はレベルが上がるにつれて通常攻撃の速度が上昇するなる仕様があったらしく、まあそれでもまだ頑張れるんじゃないですかな。元がおかしすぎた。はい、でですね、まず弱体化、次技ね、ブレイズキックの威力減少、さっきの素のステータスと含めて2段階の減少を食らっとるわけですね。はい、実際ほぼブレイズキックばっかりだったんで、これも結構弱体化としては大きいんじゃないかなと。そして、火炎ボールはむしろダメージ量強化と、スステが落ちた分火炎ボールに関してはトントンかもしれません。これも決して悪くはないので、はい、まあこっちで生きていく道もあるのかな。そして、みんな大好きフェイント、インチキ無敵技ですな。はい、これの発動効果時間と移動速度上昇効果を減少。発動効果時間っていうのがあれか、移動速度の持続時間だとか、この無敵時間も下手したら削られてるかもしれませんね、あまりにも強かったから。敵を追いかける的にはニトロチャージ悪くないんじゃねと思って使ってた時期もあったんですけど、なんだかんだフェイントの方が助かることは多かったかなという感じします。はい、以上ですね。なんでスステの減少がどれぐらいなんだろうなという感じなんですけど、まあ、今回一番目に見えて弱くされたなっていうのはエースバーンです。はい、ようやく配布されたのにな、途端にこれだぜ。今後の動向に期待ですな。では次、ゼラオラ君、はい、本編というか製品版からの参戦キャラクター第1号ですけど、ワイルドボルトのダメージ量増加および待機時間低下、12秒もかかってたのか、10秒ぐらいになるんじゃないですかね。うん、放電の威力の高さが結構話題になってましたけど、まあこっちに関してはたまにしか見かけなかったかな。今後はこっち増えるかもしれません。放電も結局はお相手に密着気味で行かないといけないっていうところがあって、飛び込んだら返り討ちになってしまう、よくあるゼラオラパターンもあるので、こっちだったらまだ一気にこうスッと行って、で帰り道のボルチェンとかになるのかな、スパークとか、うん、そういう動きもできるようになるかもしれないし、それが実用的になるって意味でね。はい、で、ユナイト技のダメージ量も減少とか、これそんな強かったんですね、うーんという感じです。なんかゼラオラ君動き早いからね、ただ放電の時に近寄ったらすぐ溶けるという印象はあったんですけど、この辺もまああれか、結構追いかけたもんな、うん、という感じです。では次、グレ忍者、グレ忍者はグレ忍者は強化も弱体化もなし、据え置きです。なのでさっき言ったエースバーンの攻撃仕様、
レベル上がってったら攻撃速度上がってんだけどっていうところもあるので、もしかしたら次は月光河の流れが来るかもしれません。はい。で、岩パレス、岩パレスは何かあったっけかな。岩パレスもなかった気がしますが、はい、岩パレスもないですね。はい。まあ、岩パレスといえば上手い人は岩石封じがすごく上手い感じなんで、この辺がまあ5秒か、すげえな、これ以上強化もできんな。で、今回の調整の傾向なんですけど、タンク役はそんなに手加えられてないです。強いままです。なのでタンクに自信のある方々は安心していけるかもしれませんね。もともとタンクってそんなに人気色というわけでもないから、はい、強めに残してもらえるかもしれません。はい。では次、ルカリオくん、結構強いポケモンですけど、調整項目あります。これはグローパンチの不具合修正。グローパンチの効果によって上昇した攻撃が発動後の通常攻撃にも反映されていた不具合、つまりこいつの火力バグってたとまあ実質の弱体化になるのかなこれ。うーん。ですが、ボーンラッシュ、もう一度技を使った時、つまり、骨を投げてから骨のところにワープして、攻撃する、そっちがなんかダメージを与えられていなかった不具合が治ったとのことです。ってなってくると、まあ極めて普通の性能になったというところかな。うん。まあ攻撃したと思ったら当たってなかったっていうのはなかなかに悲しいので、それは治ってよかったんじゃねえかな。はい。では次、現状かなり厳しいと言われているガブリアスくんです。はい。まあさぞ、強化してもらいたいんだなと思いますが、ん今回ガブリアスくん強化なしでございます。どうしよう運営フライゴン説ですよこれ。カビゴン、当選棒とかヘビボンバーとかやべえよね。でも調整ないんですよ。はい。なのでこれからも上手い方はヘビーボンバーしてから当選棒でね、押し出したりしてくるでしょう。結構ね、ここなんかいじられるかなって思ったんですけど、意外とそのままでしたね。初心者向けだし、まあタンクとかはその辺残すんでしょうね。ではバリちゃん、バリちゃんもサポーターとしてはアタッカー兼タンクみたいなところありますけど、調整入ってません。はい。上手い人は相変わらず強い感じでしょうね。さあ、お待たせしました、ゲンガーです。散々言われたゲンガーくん、どこが弱くなったのかな。まず、たたり目ですが無事ダメージ量が減少しました。そして発動時の無敵時間も減少しました。はい。なんで今まで以上に敵陣に突っ込むと返り討ちにあってしまうかもしれないということですね。はい。ただ1秒間隔で撃てるというところはそのままなので、まあレベル差とかがついてる分には相変わらず暴力的な火力を振るう可能性はあります。はい。まあ元の威力がやばすぎたのでね。はい。そのまだ分かりません。楽しみです。でもう一つ、夢食い、技のスピードが速くなりました。どういう技だっけそもそもよ、うん、夢食い、なるほど、技命中した時に相手を眠り状態にする、決して悪くないよな眠りにするのは。でも使われないぐらいやばかったのが、これでもあれだよな、夢食いも使ってもらうアップデートって考えたらたたり目相当落ちるかもしれんな。うん。そういう調整目的だと思うんで、はい。で他は、シャドーボールのダメージ量が増加。はい。ただ畳目が弱くなったことによってヘドバックはあんまり使われなくなる可能性あるから、そういう意味ではシャドーボールは一気に増えるかもしれませんね。はい。というわけでゲンガー君は主に流行している方だけ弱体化食らった感じかな。はい。で次ヤドラ、タンクなので弱体化がございません。テレキネシスとかで浮かされてフルボッコにされていこうね。怪力、こいつも結構評判のいいポケモン。まずクロスチョップのダメージ量が減少。おー、こっちの方がマッシュより高かったわな。
で、まあ突進技系なんで一気に距離詰めてそのままって感じでしょうか。一方でインファイトのダメージ量は増加しました。私はオラオラが好きなのでインファイト愛好家なので単純に嬉しいですね。で、気になる地獄グルマ弱体化ありません。よかった。これなくなったら使用率激減しそうだからね。その辺はバレてるようで、はい。なんでこれからもちょっと前に出てしまった敵さんを自陣に引き込んで袋叩きに今後もしていきましょう。はい。で次プクリン、こいつすげえよ。なんとススで上がったのよ。びっくりする。体力、防御、特防上昇、つまりかなりペライみたいな結果になってたのかな。なんでものすごく耐久力がぐんと上がる可能性もあります。歌うとかだと敵陣飛び込んで解けるだろうからな今時。はい。でまず、こっち往復ビンタ、ダメージ量と効果を強くした。ほう、どういうこと？移動速度低下が強くなるのか。ほう、まあ二重の強化ですね。マジカル社員の方が多かったということか。いや特に全然見ねえから、うん、わかんねえんだけどね。うん、あ、ちなみにマジカル社員も強化ですね。え、一部の野生のポケモンにダメージを与えられなかった不具合を修正野生すら枯れてなかったのかよ畜生。はい。でプクリンといえばおおよその人が転がってるって印象だったんですけど、数少ないプクリンも歌うが強化ですね。相手のポケモンに与える効果を強くした。つまり眠り時間が伸びるのか、防御特防の低下率が上がるのか、まあその辺でしょうか。まあそれでも結構ね、根っこで行かないといけないからしんどいところかもしれませんが、そのための素のステータスアップかもしれません。まあプクリンはね、もうちょっと増えてもいいよね。ほんと全然見ないからマジで一番見ないまであるので、はい。狭い通路での怒涛のピンボール転がるは威力もひるみもすごかった印象なんだかな。アローラ球根、スルーです。進化が早くて優秀なアタッカーなんですけどね、凍らせたりで動き止めれますし、ですが今回はスルー、おめでとうございます。そしてピカチュウ、スルーです。まあエレキネットあたりが前半にしてはクソ強くないかと思ってたんですけど、今回スルーです。まあ調整するほどではないのかな。うん、今後もビリビリやっていきましょう。そしてリザードン、はい。でリザードンは今回、まあユナイト技のね、ハチマキの効果でサンダー8割飛ばすみたいなテクニックが、まあ、バグだったということで実質の弱体化を前食らったんですけど、今回は単純強化です。はい。ダイモン寺の、待ち時間が短くなって、相手に与える効果が増加、つまりじわじわとそこで与えるダメージが増えるのかな。うん、フレアドライブの方が多かったっけかな。なんかリザードンは気がついたらユナイト技でボーボー炎を吐いてる印象しかないんですが、はい。でもう一つのこっち、火炎放射と、炎のパンチは両方強化きてるね。火炎放射は待ち時間が短くなって与える効果が大きくなる、はい。自分の移動速度がぐんと上がるようになるのかな。うん。そして炎のパンチは、これも相手のポケモンに与える効果を強くした。めっちゃ突き飛ばすのかな、あるいは火傷のダメージが大きくなるか。でもそれだったら火傷って書くな、多分すごい突き飛ばすんでしょうね。はい。まあ非常にシンプルな強化なんでリザ使い歓喜になるといいんですが、お待たせしました、この時を待ってたこの順番だからこそ私は、そう、右から紹介してたんだよ。そう、私がもう結構ね、ヨロンよりは強いよって言ってるポケモン不思議花、そう、遠距離からの砲撃ポケモンなんでチーム戦にはやや貢献しやすいというか、はい。まあただ前に出るとペラッペラだからすぐ落ちちまうんだけどな。はい。でそんな不思議花くん超強化です。耐久は上がってないんだけどな。はい。まずヘドロ爆弾、ダメージ量増加、効果も強くなった。つまり移動速度と特防低下が、強くなったと。
で、ギガドレがね、強化ないんだよね。うん。まあ、この、こいつの耐久で近づいて何するんだと思ったけど、現状では割と強かったのかもしれないね、ギガドレ。まあ、この後ね、これから超強化される不思議花みたいな動画、録画してくるんで、まあ、そこでちょっとギガドレ使ってみようかなと思ってますが。はい。で、もう一つ、ソーラービーム。待ち時間が短くなった。嬉しい。そう、ソーラービームは強かったから。それがさらに強くなったっていうのは、もう単純な強みですね。はい。そして、花びらの舞。技の効果を強化しました。移動速度がさらに上がるのか。移動技として強くなってくれたら、うん。例えば、亀のスチールとかにも役立つ可能性はあるかもしれない。まあ、体力上がってないから、あかんのですけどね。すぐ溶けるだろうから。まあ、最後の手段的には、速度っていうのはあればあるほどいいんですが。で、最後、ユナイト技の与えるダメージ量増加。素晴らしい。素晴らしい。どれぐらい上がるんだろうな。不思議花くんのね、弱点としてユナイト技がソーラービームより弱いっていう。もう致命的な火力のなさだったんで、これ下手したら威力倍ぐらいになるかもしれませんね。マジで。期待していいっすか？そう、ソーラービームを威力で勝った時点で超強化入ってます。なので、ここはもう超、超期待です。はい。というわけで、これが以上アップデートの内容で私もちょっと喋り疲れてしまったんだが、まあ、コロナ禍で私が一番期待してるのはバナですね、やっぱり。もう、お前ら、ネットで俺のことバカにしてたような的な展開、めちゃめちゃ期待してます。はい。まあ、バナもね、というかあれだね。で、疑問なのがガブ。バナよりきついと思うんだけどな。技とか、レギュレーション的には。この次、爆上げに期待したいですかね。はい。まあ、こう、レギュレーションとか環境とかにあまりにもちょっと不向きなので、上手い人が使えば強いとかいう次元ですらない気がするんですよね。ただ、まあ、ルールが違えば戦えるんで、そういう意味で調整は不要という意味では間違ってもねえのかもしれんが、でも人工的に、という感じなんですけど、はい。で、エースバーンの弱体化がどのぐらい響いて、あと月光河がどれぐらい増えるかってところなんじゃないですかね。で、あとは、私らが入っていないパーティー、入っているパーティーでの安定感の違いの差が縮まったと思うんで、その辺も気になるところです。まあ、私はこの2キャラ使ってマスター上がったんで、今回は非常にクレバーに強キャラ使って上がった感じだったんで、いろいろなポケモンさらに使用していかなきゃいけないなという感じですね。勝率、そう、勝ちたいって思った時に勝てなくなっちゃったかもしれないから。はい。まあ、当面ちょっとね、私はバナを強化月間入ってるんで、はい。バナ使っていこうかなと思っていますが、はい。という感じで、アップデートの紹介及び感想としては以上となります。この後、アップデート前、最後のバナやってくるので、そちらの動画もぜひよろしくお願いします。そしてその後ね、アップデートで生まれ変わったバナを改めてそこで堪能していただく感じで、2部構成でやりたいと思っております。よろしくお願いします。では、今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。